けれども、じゃあキャットフラワーですけれども、めっちゃ根拠不足になってる。キャットフラワー行きますよ。ということでね、この間ね、なんかドタバタでね、ちょっと紹介するのを忘れてしまいましたけれども、今からね、歌う2曲なんですけれどもね、毎回歌わせていただいております。コキアさんというね、ちょっと変わった歌を歌う方、動物の方、動物の歌をね、たくさん歌ってられる方なんですけれども、フクロウが知らせる曲が来たと、こちらと、ディズニーのアホールミーロング、こちらをね、川原達夫さんにね、実はね、伴奏をね、聴いていただきまして、そちらを使ってね、毎回歌わせていただいております。なのでね、フクロウが知らせる曲が来たと、いけるかな。ちょっと今日5分ぐらいね、時間が早いんでね、はい、それでフクロウが知らせる曲が来た。「ぼくの君だと」
しゃいませ。お久しぶりでございます。はい、今日ね、募金ライブとなってますのでね、もしね、聞いていただいてちょっと気になったらね、ぜひ募金の方よろしくお願いいたします。ということでね、ちょっとマイクを返そうかな。あ、どうぞ。準備する間にね、もう一回ね、猫ちゃんの宣伝させてもらおうかな。